衝撃の上空間マジック、奇跡のマジシャンセロン。神の指先が生み出す不思議な世界は、見る者の心をつかみ決して離さない。魔術界の貴公子セロは、その能力を見せつけるためストリートパフォーマンスを敢行。さあ、セロが巻き起こす超空間マジックの一部始終をお見せしよう。我々の常識を超えた驚きの現象が、これからあなたの目の前で繰り広げられる。そしてあなたは奇跡の目撃者となる。全ての奇跡はここから始まった。特設ステージです。今こちらでですね、動きがありました。実はこの広場ですね、車両が進入することはできないんですが、今入ってきたんですよ。トラックが入ってきました。はい、通常はですね、車が入ること、あ、今ですね、見えました。やはりセロですね、セロの絵が書いてあります。そして黒い文字でセロと英語で書かれております。そのセロの顔を何か指で隠すようにして、おっと、今パネルが上がりまして、ウィングが上がっていきます。中は暗幕、いや、中に人が立っていますね。これセロでしょうか。一体次には何なのかと思いまして、セロの登場です。ついにやってまいりました。我々の前に姿を現した、魔術界の貴公子セロであります。横浜港の潮の香りがピタリとやんだその瞬間、現れたるは魔術師のセロであります。甘いマスクにすらりと伸びた長い足、見る者を吸い込むような神秘的な宝石のようだと言われるその瞳を、今日はサングラスの奥に隠しての登場であります。漆黒の上下に身を包み、我々を魔法の世界へと誘うために、セロは今静かにこのステージへとやってまいりました。そしてその両脇をですね、卑怯な男性2人が囲んでおります。さあ、セロが登場しました。みんなちょっとお話をお伺いしようと思ったんですが、すでにちょっと待ってください。早速ですね、もうなんかセロがやりがいのあるようです。私たち入ってきてセロが何をするのか聞いていません。ここで待っていて、おっと、セロが消えた。セロが消えました。え、あっと、セロが今タワーの上に立っています。セロがタワーの上に立っています。一体どういうことなんでしょうか。一瞬のことでタワーが手に取られました。あっちに取られました。布が飛んでいき、ここからの水平距離は20メートルあります。高さは7メートルから8メートル。夢のような現実が今まさに衝撃的に幕を開けました。登場とともに想像を絶する奇跡を起こしたセロ、さらに信じられない奇跡が続く。我々の常識では、ある個体が他の個体の中をすり抜けるということはありえない。しかしセロはそれを可能にする。物質内部通過、果たして現実に起こりうるのであろうか。奇跡の舞台は渋谷。 So, ジュース飲んでる方いますか。ペットボトル、空き缶、何でもいい。じゃあここに、なんかこの辺にゴミを作る、すみません。偶然路上に落ちていたペットボトルを拾い上げるセロ、そのキャップをボトルの中に貫通させるというのだが、個体が個体をすり抜ける物質内部通過、それはセロにとって些細な奇跡だという。この蓋を中に入れます。え、よく見ます。なんと手のひらに置いたキャップが一瞬のうちにボトルの底をすり抜け、確かにペットボトルの中に入っている。まさに物質内部通過。さらに別の場所からもキャップを貫通させるセロ、これは薄いプラスチックだから可能なことなのだろうか。 Let's go to Moss Burger。他の物体でも内部通過現象は可能だとセロは笑いながら語った。はい、いいですか、ちょっと座って。 What's your name? What's your name? Yukiko. I'm Seto. Nice to meet you. Seto. What's your name? Kyoe. Corona beer, ski. Nice to
from Mexico. 美味しいね、これ。あの、ちょっとですね、キャップ貸していただいていいですか、これ。これね、こう上に置いて、でもね、入らないですよね。ちなみに、このキャップを曲げないで入れることって可能なものですか？可能じゃない。ちょっとやってみてください。無理。OK。それでは、このキャップをなんとこれから瞬間移動でこの瓶の中に入れてしまいます。OK？ いきますよ。よく見せて。One, two, three. Hup! 今度は、キャップを固く厚みもあるガラスの中に入れてしまったセロ。狭い瓶の口を通ったキャップには何の変化も見られない。すごいよ。絶対開くんだ。そんなことない。絶対開くか。いや無理。さらにセロがカメラマンに微笑みを送った直後、新たな奇跡が。確かに瓶の中に閉じ込められていたはずのキャップが一瞬にして瓶の外に。さらに、もう一度。どうも。チェース。はい。はい。見る？見る。見る。ちょっとおいで。偶然入ったファーストフード店を自らのステージにしてしまうセロ。見たいという観客がいれば、それが誰であっても構わない。ちょっと右の手と左の手つなげていただいてよろしいですか？そうそうそう、皆さん。僕の手と持ってください。OK？ そしてここにあるストローに注目していただきたいです。それだけです。注目してください。あとは僕が。手をつなぎ、5人のエネルギーを一つに集めるセロ。グラスに刺さったストローに注目。突然、何の変哲もないストローは見えないエネルギーにより弾き飛ばされてしまった。さらに魔術界の貴公子が見せるカードを使った物質内部通過現象。ここにチャンプあります。カード、ね、全部バラバラです。じゃあ、あのすみません、 your name、 お名前。ヒロカ。ヒロカ、好きなやつどれでもいいです。1枚抜いてください。スペードの8ですね。じゃあですね、このマジックペンでお願いあります。こう名前をヒロカって大きく書いてください。書いていいんですか？はい。場所も相手も選ばないセロが呼び起こす奇跡。それはその場に居合わせた人間と触れ合うことで不審さを増していく。Very good。 じゃあマジック僕受け取ります。はい。あなたのカード持ってください。はい。ストップ。はい。真ん中に埋めます。 OK。 入りました。もうこれで完全に埋まってますね、真ん中あたり。さあ、ヒロカシャッフル、うまい？結構できる。まあまあ、ちょっと右手を出してください。じゃあですね、これをシャッフルしてください。普通に切っていいですか？そう。ああ、大丈夫。満足？満足。はい。さらに、自分でもシャッフルを行うセロ。これでひろかちゃんが選んだカードは完璧に他のカードの中に紛れ込んでしまった。しかしここまではよくあるカードマジック。だが、それで驚くと思わなかったです。Alright、じゃあ念のためもう一回。はい。ざれちゃおう。Alright、それではこれからひろかのカードを不思議な方法を使って探します。瞬間移動で探します。皆さん、この窓の近辺をちょっと見ていただきたいんですけど、このトランプをですね、こう手で持って、ワン、ツー、スリー。え？うーん、
それ1枚のカードがくっつきました。これはヒロカのカードです。どうぞ取ってみてください。スペードの配置取れない。なんと1枚のカードが窓ガラスの外側に張り付いている。瞬間にガラスを通り抜けたというのか。あまりの非現実的世界。しかし私たちはカードがガラスの外側についた奇跡を目の当たりにした。一台のカメラを従えて店の外へと移動するセロ。店内に残された彼女たちは窓に張り付いたカードに触れようとするが、カードには触れることができない。その場に居合わせた全員が見守る中、窓の外のセロがカードを裏返すと、あ、すごい、張り付いたカードは間違いなくひろかちゃんがサインしたもの。一体何が起こったのか、もう一度振り返ってみよう。何もない窓ガラスに向かってカードを飛ばすセロ。すると一枚のカードだけが窓の向こう側に張り付いた。さらにスーパースローで見ると、窓に向かって飛ばされたカードの1枚だけがガラスの向こう側に張り付いているのが見える。もちろん窓に使われているのは普通のガラス。そこには何らかの仕掛けを施す手段も時間もなかった。別のカメラの映像でセロの手元をチェックしてみる。なんだ怪しい動きは見受けられない。飛ばされたカードの1枚が窓の外側に張り付くという不思議。物質内部通過現象。しかもこの一連の奇跡は白昼堂々、多くの人が見守る中で行われたことを忘れないでほしい。1枚のカードを選び出す奇跡と物質内部通過という奇跡を同時にやってのけたセロ。しかしこれはまだ彼が起こす奇跡のほんの序章にしか過ぎなかった。手を触れることなく物を宙に浮かせる。常識では考えられないこともセロの力をもってすれば可能だという。空中浮遊現象。不思議を操る男セロ。セロの起こす奇跡は場所や人を選ばない。はい、excuse me、 すいません、あ、ちょっと今時間ありますか？大丈夫です。いいですか？あ、これから奇跡を見せてあげます。ミラクル、英語わかります？ちょっとしか、yeah, ミラクル見せてあげます。 OK、 そこで見ててくださいね。 Look at、セロの足元に注目。あたりを騒然とさせたセロの奇跡。街行く人々の目の前でなんとセロ自身が宙に浮かび上がったのだ。両足は完全に地面から離れている。重力を操る男セロ。さらにセロは光と風が存在する屋外で空気中の微弱な電流を使い物体を浮遊させるという。街で偶然出会った女性にお札を1枚貸してもらうセロ。あの、ちなみに名前は何ですか？菊野。Alright、菊野。ここに。菊野。から1000円お借りしました。じゃあちょっと静電気を使った実験をやります。おもむろに千円札を折りたたみ始めるセロ。まさかこの千円札を宙に浮かべてしまおうというのだろうか。華麗な指使いでお札にパワーを送り始めるセロ。
前後左右あらゆる角度から凝視されている状況の中、千円札は手のひらから離れ見事に空中で静止した。さらにセロが手を遠ざけても浮かんだまま、やがてセロの手の動きに合わせ浮遊するお札。まるでその姿は命を持った蝶が花と戯れているかのようだ。自然の光と風が存在する屋外では、たとえどんなに細い糸のようなもので吊り下げていても光の反射によって必ずその姿が目につくはず。また何かに引っ掛けていたのなら、千円札が風で吹き落とされることも十分に起こり得る。しかしそういった様子は全く見られない。この現象、奇跡という他に表現する言葉を我々は持たない。さらに、もう一つね。じゃあ今度はこれをジャパニーズ折り紙、ジャパニーズ折り紙、これは何の折り紙か分かりますか？飛行機。飛行機、やっとなんか分かった。 OK、Good。 じゃあ菊野さんのチョークで、これは分かりますか？滑走路です。別のカメラが捉えた奇跡の瞬間、セロの手を離れたお札はチョークで描かれた滑走路をめがけ浮遊し、見事着地。奇跡に遊び心を加えるのもセロ流のパフォーマンス。ちゃんとお返しします。 Thank you very much。 ありがとう。すごい、ありえないよね。ありえない、その言葉を否定するのがセロパフォーマンス。人は当たり前に食事をし、お茶を飲み、宴を囲む。そんな日常こそセロにとっては奇跡の宴、神秘の晩餐。気まぐれセロが次に現れた場所、若者たちでにぎわう深夜のアメリカンバー。一体どんな奇跡を見せるのか。ちょっともう一度見せてあげます。 OK、 Friday is the 名詞。 What's your name? Aki。 Aki、 Let's see。 あ、じゃあこれクレヨン、フライデーズのクレヨン、名前秋。この店のショップカードでバラバラになったカードを瞬間再生してみせるという。秋、え、じゃあせっかくだから僕の名前も書いて。セロ、I'm Settle。 OK、 じゃあよく見ててね。半分にまず曲げます。 OK、 そして今度もう一度半分に折ります。 OK、 この状態で半分、2つ、そして今度2つを4つ、でもう一回半分に曲げる。でこれで破ると何個になるんでしたっけ？ 8本、8個、はい、 OK。 じゃあ8本に破ります。じ
じゃあ1個のカードちょっと持ってて、ね、そしてこれ見せます。全部バラ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 です ね。でもすごい簡単。これをちょっと息をかけるだけ。すると ショップカードは再生され、切れ端はぴったりと一致した。うわすごいよ。すごい。続いてセロが訪れたのは恋人たちでにぎわうイタリアンレストラン。この静かな空間でセロが見せるのは甘い奇跡。はい、デザートいかがですか。おいしい。コーヒー出てきたね。コーヒーに牛乳入れたりしますか。ハプ入れる。あ、じゃあサービスで入れてあげます。ミルク。ミルク。それ違うといい。ああ、まだ入れますか。大丈夫。これから僕が飲んだミルクをこの中に入れます。困るぞ。そういう意味で入れるじゃないです。 OK。 Very simple, very simple。 じゃあですね、ちょっとコーヒーコップをここ左手で持ってください。 Very good。 しっかり持ってね。これを右手でここで押さえてくださいね。そのまんまこういう感じです。怪しい煙をカップに注ぎ、ゆっくりと手を回すセロ。ああ、あれ、すごいプルプルしちゃった。すごい、なんか変な声出た今。一体何が起きているのか。あれ、ちょっと待って。え、もっと。色変わってきたよ。すごい、怖い、怖い。なんで。あ、すごい。こちらは真上から見たカメラの映像。セロの指の動きに合わせてミルクが浮かび上がってくるのがわかる。一体この現象をどう受け止めればいいのだろう。目の前で起きた信じられない現象に納得のいかない男性客。俺も手震えてたけど。本当だ、カフェオレみたいになってる。なんでだ。すご。砂糖は？砂糖入ってないよね。あ、じゃあ砂糖を入れできます。砂糖？ブラウン or 白。本当にできます？ブラウン or 白。ブラウン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 。Okay。 戸惑う二人を楽しむかのようにセロはさらなる奇跡を見せた。あれ？あれ？ブラウン。ちょっとなくなっちゃったよ砂糖。セロの手の中で消えたブラウンシュガー。その行く先は。美味しいでしょ。どうやら消滅した砂糖は女性客のコーヒーカップの中に移動したようだ。美味しい。納得いかないこれ。すごい。怖い。
さ。自分の目と舌で味わった不思議な体験に戸惑うお客さん。そこに再び戻ってきたセロはさらに。いいですか、ストップして。常識や理屈では説明できないセロのパフォーマンス。驚きを隠せないのはこの場所で何をするかさえ聞かされていなかったスタッフも同じだった。何もないですよ。ないない。だって最初飲んだ時普通のコーヒーでしたもん。飲みました最初。最初飲みました普通のコーヒーですよ。味も見えない力で液体までも操るセロの指先。さらに液体の奇跡は続く。次のステージは公演。はい、暑いね今日。 How are you? ちょっと面白いの見せてあげるね。この水を一瞬にして凍らせようか。凍るんだって。うん、じゃあ凍らしてミキサーって見せてあげるね。これをちょっとこうやって出るでしょ。ちょっとこれを持ってね。別のカメラでもう一度スローモーションで見てみよう。ペットボトルの水が一瞬にして氷結したのが分かる。結構暑いから首のあたりつけると気持ちいい。じゃあね、頑張って。すごい、すごくない？誰もが手にしたことがあるお金がセロにとっては奇跡を起こす一つの手段。奇怪な通貨。奇跡を楽しむ男、大阪に現れたセロ。はい、10円玉と100円玉ありますか？10円玉と100円玉確か、青くカモン。100円玉しかないけど。100円玉しかない、はい、誰も10円ない、はい、10円誰も持ってない。10円は10円、面白いの見せてあげるよ。おお、何やろ。じゃあ、10円、なんなん、1じゃあこれでいいです、はい、10円玉と100円両方ともお借りしました。はい、はい、違い分かりますか？10円と100円違いは何ですか？金額が違う。金額違う、そうですね。じゃあちょっと左手を出してください。そうそうそう。そして10円玉と100円玉を両方手に入れます。しっかり握って、はい、OK？ はい、裏返し1枚だけ抜きます。はい、はい、ちょっと緩めないと。でじゃあですね、僕が抜いたのは、しっかり握って、はい、僕抜いたのはいくらですか？10円ということは手の中はいくらですか？100円。これから一瞬にして10円玉と100円玉を入れ替えます。ほう、いきますよ。1、2、3。10円と100円が確かに入れ替わっている。これは瞬間物質移動、テレポーテーションなのか。まさにストリートパニック。いいよ。じゃあね、1000円貸してくれたら増やしてあげます。1000円、そう、え、増やしてくれる？ OK、 じゃあ Here we go。
か半分に。もう一回半分に。お金を増やしてあげると言って預かった千円札、それを4つに折り曲げ、鋭い視線で見つめるセロ。ちょっと寄ってくださいね。寄ってくださいね。左下の画面に注目。こちらはスタッフのカメラに向かって見せた奇跡の瞬間。さらにスーパースローで見ると、なんと千円札が1万円に変わった。これやったじゃん。儲かった。すげえ。すげえ。これせ、まあ、もう一回やります。千円札を1万円札に変えてしまったセロ。そして今度は。よく見つけ。おお、すごい。目の前で、ましてやカメラの映像で見ても仕掛けやトリックがわからないセロのパフォーマンス、残るのは不思議という感覚だけ。なんで？でも僕は増やしてあげるって言った約束は必ず守ります。OK。増やしてあげます。じゃあこれをまず僕の左手に入れる。ちょっと手出してみて。増えました。いっぱいになって増えました。いっぱい、はい、お金がいっぱいになってすげえ。あっち1000円、ちょうど1000円だ。すごい。お札を入れ替えたのか、それともお札を変化させてしまったのか。あれ、セロ髪切った？と思ったらなんとマスクが。実はこれセロのたっての希望で大胆に特殊メイクしちゃおうってわけ。そして変身したのは完成。よぼよぼのおじいちゃん、これでは誰もセロだと気づかない。ワクワクしながらおじいちゃんセロが向かったのは東京を走る都電。どうやらバレずに乗り込めたようです。この変装で一体どんないたずらをしてかそってのかな。おいおい、なんだこれ。大丈夫ですか。ちょっと眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてますよ。おーっと危ない。ああ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 大丈夫です。大丈夫です。ちょっと眠たかっただけです。先生。ああそうなの。ならいいんだけどね。いやそれにしても随分変だよね。なんて言ってるうちにまともや斜めになりすぎです。いやこの人本当おかしいわ。座んなさい。あ、ちょっと飲み物ってここは電車の中だって。お茶ない。お茶、お茶、飲み物。すいません。あらあら、広告破いちゃったよ。でもそれはただの紙。おじいちゃん飲めないんだってば。なんと本当のお茶が飛び出した。でさっきの広告は、
お茶の写真が消えて真っ白。どうしてどうして。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごくごく。おじいちゃんセロの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後の一口はうまいね。さてと。おっと、またもや絵のお茶に戻っちゃった。本当に不思議。あらあら、ポケットに入れちゃって、また誰かを驚かせようってわけ。本当にまあ、皆さんの町にもおじいちゃんセロひょっこり現れるかもしれませんよ。お気をつけて。セロを取り続けたテープは300本を超える。しかしこれまでご覧いただいたのはほんの一部にしか過ぎない。その未公開 VTR が今明かされる。セロが巻き起こす不思議な現象にあなたの常識は崩れ始める。やってきたのは笑いの街大阪。シャツ、ここタバコは一体どこへ行ってしまったのか。続いては和菓子屋さんへ。まずハンカチにお店の名前を書いてもらう。じゃあこのハンカチはこれで世界一しかないハンカチですよね、はい、ちょっと持ってください、はい、ナプキン、oh. じゃあこのナプキンをちょっとこう軽く丸めますね、はい、でこの中入れて。お店にあったナプキンを丸め、その中にハンカチを入れていくセロ。一体何をしようというのか。じゃあよく見ててください。 Here we go. 1 2 3。消えてしまいました。ハンカチ。ハンカチ？いや、ちょっとそれだけなんですけど。戻ってこないんです。え？戻ってこないんです。戻ってくる？あ、じゃあですね、ちょっと行きますよ。このアイスクリームの中にですね。何を思ったのか突然ソフトクリームの中に指を入れ始めたセロ。すると。こんなことが起こりうるのか。先ほど消えたハンカチがソフトクリームの中から現れた。なぜ。次の舞台はどこにでもあるスーパーマーケット。多くの買い物客でにぎわう夕方のスーパーマーケット。セロはこの奇跡とは程遠い現実の世界で一体何をしようというのか。 Excuse me, excuse me, come here, come here. Excuse me, watch this, watch this, okay.ゆっくりと手に取ったリンゴにパワーを送るセロ。その様子に目を留め人が集まり出してきた。とその時。え？嘘、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 嘘。なんとリンゴがセロの手を離れて宙を舞い始めたのだ。さらに。うわ。うん、おすすめ。
続いて食べてしまったリンゴの会計をするためレジに向かうセロ。105円でも100円って書いてありましたよ。消費税入りまして5円必要なんですけども、すいません、今日持ってきてない100円しか。食べられてしまってどうしようもないんですけれども、これはいつも募金箱でして、お客様が募金してでも申し訳ございませんが、こちらの方からはちょっと待ってください。これを手で取らないで不思議の方法で取ります。そしたらいいですか？ちょっと見てて、この辺の五円玉見えます？真ん中あたり、ちょっと見てくださいね。いきます。わずかな隙間しかない募金箱の中から一切手を触れることなく5円玉を取り出した。105円これでお願いします。募金箱ですので、こちらここからお受け取りできないんですけれども。ダメなんですか？じゃあですね、じゃあ今日は僕からですね、一体何が起こったのだろうか。募金箱を持ったセロが後ろを向き振り返った瞬間、大量のお札が出現した。じゃあ僕からチャリティニーを差し上げますのでリンゴください。わー、ありがとう。Thank you。 これは本当にマジックなのか。我々はまたしても奇跡の目撃者となった。一番最初にマジック興味持ったのは、7歳ぐらいでした。ラスベガスのショーを見に行きまして、そのショーの中でマジシャンが舞台で、鳩を出したり、女の子を浮かしたり半分に切ったり、ものすごく不思議なことをやってました。もう見た瞬間から他のこと何も考えれなかった。ずっと永遠に眠れなく、毎日マジック、マジシャンになりたい、魔法使いになりたい、本当のマジックだと思ってましたから、手品とかトリックがあるとかそういうことは意識一切ありませんでした。それではなく、本当に魔法の力が持っていた人を見てしまっちゃったと思い込んでしまってしまいました。違う世界に連れて行かれました、僕は。で、僕はその世界で生きていきたかったです。だから僕もそのパワーが欲しくて、もう家に帰ってこうやって一生懸命なんかやってもね、物が動いたりしなかったんですけど、長いことそのパワーをの探しました。9歳ぐらいの時に学校にピエロのマジシャンが来たんです。で、その時にちょっとマジックいろいろやってたんです。で、その時にあったマジック、ちょっと今日用意したんですけど、見ます？まあ、見たいです。初めて見た。 OK。 そのピアノマジシャンが新聞を持ってきてくれました。で、新聞を一枚一枚をこういう感じに丸めていったんですよね。で、最後に、輪ゴムで止めたんです。こういう感じで、さらにこういうハサミを使ってちょっと切った、こういうふうに適当に切っていったんです。そしてこの状態で広げていったんです。これは種だっていうふうに説明したんです、マジシャンが。種、種には水を与える
というふうに説明しました。そういう時にこういうことをしました。これが水です。で、水を種に与えるとなんと植木の木ができると。これを見せてくれたんですね。で、僕はこれを早速家に帰って作ってみたんです、うん、そしたら同じようにできたんですよ。これが、それが嬉しくて、そこから僕のマジックが始まったと思ってます。今の時代はこう学校で大学とかマジッククラブとかマジック教室とか、あの本でもすごくいっぱいあるし、今では DVD とか、うん、あのビデオテープでいろいろ教えるようなものをどこでも探せられるようになったんですけど、僕が若い時はあのどこにそういうのがあるのか分からなかったです、うん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 、だから何かやりたかったら研究をして、どうやったらそれができるかっていうのを自分で一生懸命研究して作りましたね。うん、そうね、まあ最初は種を何でもかんでも知りたかったですね。で、種もちろんあのそこから、それはベーシックです。そこからもちろんあのだんだんあの修行が始まるんですけど、まあ、あの簡単の話に言いますと、例えば音楽、うん、ギターであろうがピアノであろうがサックスであろうが、いろいろな楽器ありますよね。でも弾くためにはベーシックを習わなくちゃいけない。そのベーシックが例えば G コードとか C コードとか A とかいろいろありますよね、ピアノにしても、うん、それはマジックと一緒です。マジックの基本があって、その基本を一つ一つあの若い時に勉強してきて、そこからどうやって見せかけるかが、うん、どうやって音楽を演奏していくかと同じことです。うん、マジックの先生は今まで何人かいました。でも基本的にあのマジシャンの先生はベーシックしか教えられないので、そこから次のレベルに持っていくのには、もちろん、一人一人自分で研究して作っていくことだと思います。そうね、いっぱいありましたけど、やっぱりテクニックがちょっと難しくて、それがやっぱりなかなか最初見せていくときに人を騙すことができなかったんですけど、それがやっと、もうパンにバターを塗るような感じの簡単さで、そのテクニックがマジックに見せかけられたときに最初の喜びが嬉しかったです。それはいくつの時？そうね、11歳とか12歳ぐらい。ああ、じゃあかなり勉強したんですね、その後。はい、10歳ぐらいから真面目に習っていきました。なるほど。結構好きでやっていたのはこの輪ゴム使ったマジックなんですけど、こうやって普通の輪ゴムを2つ、まずこういう感じに伸ばします。伸ばした状態で重ねます、うん、そうすると引っ張ると真ん中でついている、外れません。もちろんこれはここからは外れません。ここも外れない、うん、上も下も外れません。ちゃんと真ん中でつながっている。でも息を、魔法の息をちょっとかけるだけ。そうすると2つが分かれてしまう。不思議だね。そう、これ結構ですね、好きでした。プロとしてやっていきたいと思ったのは多分高校入って2年後ぐらいですね。うん、それまでは本当に好きでやってたので、とりあえず演技がマジックが何個かできるようになって、一つのパフォーマンスに変わったんですね。例えばこうやって今一個一個マジックを見せていきましたけど、それが何個か重ねてパフォーマンスになった時に、初めてお小遣いもらったり、
一番最初にちょっと僕 の, あのイベントに来てちょっとやってくれないって言われた時に一番最初に雇われたショー僕まだ今でも覚えてるんですけど、20分の演技をやって50ドルもらいました。ほう、50ドル about 5600円ぐらいかな、うん、すっごい嬉しかったです。たったって言っちゃいけないけどたったの20分で、うん、もうちょっと少なかったかもしれないね。はー、そうするとだんだんとプロになっていく意識が出てくるわけ。そうね、それからパーティーいろいろマジックをいろんなところで見せるようになって、そしてみんなからやっぱりあのお礼のお金を子供としていただくのはすごい嬉しかったです。それで次のマジック道具を買ったり、次のもうマジックに全部かけましたね、子供の時。うん、お金あった時はもう全てマジックでした、うん、セロがあのどういう人って聞くのもセロが自分で言うのも恥ずかしいだろうなと思ったから、ちょっと心理テストをしてみたいなと。でこれはどんなことなのかまず言わずに直感で答えてくださいね。 OK。 今セロがパーティー会場に着きました。うん、まだお客さんはままらなのですが、あなたはどのグループのところに行きますか。いろんなパーティー会場のいろんなブースが行きますよ。数人が集まってる場所、2人いる場所、3人いる場所、椅子に1人座っている場所、誰もいない場所、セロだったらどこに行きますか。 OK、 一番最初数人いる場所です。なんて書いてあるんですか。これはですね、あなたの自立度なんです。セロの自立度なんですけど、とてもマイペースな人らしいですね。人の気持ちを思いやり、誰とでも調和できる順応性がある人、うん、まあいいことですよね。うん、人に頼らず自分で気持ちの切り替えができる人、すごいです。今のままマイペースでいくのがとても大切です。うん、確かにその通りですね、うん、マイペースです。マイペース、マイペースです。これで一つセロの性格が分かりましたね。じゃあ次行っちゃおうかな。もう一つだけいきますね。初めての海外旅行です。あなたはどのホテルを選びますか。5つあります。世界中にチェーンを展開している有名ホテル、郊外にある静かなリゾートホテル、家庭的な雰囲気のプチホテル、コンドミニアムで、最後が名門のクラシックホテル。簡単です。2番の答えです。郊外にある静かなリゾートホテル。そうです。やっぱりいつも人前にいるとか、あのアテンション の, ああのいろいろ起きてる中のセンターにいつも立ってるので、うん、やっぱりあの海外旅行行くときは静かなところに行きます。リゾートホテルを選んだ人はとっても乗ってる時にはどんどん行くんだけれども、あのちょっと気分が乗らない時、一人でいるととっても大変なことになるらしいんですね。あのいい意味で緊張感を解いていってくれるのが周りのパートナーっていうことだと思うんですね、うん、とっても負けず嫌いだからパートナーを置いてパートナーに少し自分のコントロールを委ねてみるっていう。パートナーはとっても大事です。例えば舞台とか芝居もやるときも、あの幕を開ける人とか照明をつける人とか音を流す人とか、みんなはみんなに頼ってますよね。同じように僕もパーティーマジックの中のパートナーとか一人一人僕のスタッフに僕はすごく頼ります。うん、なるほど。でみんなも僕に頼ります。うん、あ、すぐあのさっき言ったように僕が最初に見たマジックショーは、
ラスベガスの舞台でした。音楽に合わせた振り付けがあった、照明がしっかりついていたパフォーマンスを見ました。それが最初の印象なので、そういう道にはすぐ走りましたね。もちろんこうやってパーティートリックってこう目の前で見せていくものとかいっぱい同時に習っていきましたが、僕の心はやっぱり舞台でした。子供の時から舞台、舞台、ステージパフォーマンス、そうね、例えばこう音楽に合わせてハンカチが出てきたり、一つ見てみます。僕が見たマジックはこう音に合わせた振り付けがあったすごい幻想的なマジックだったので、僕も子供の時からそういうマジックで始めさせていただいたんですね、例えばこうハンカチが出てきたり、そしてハンカチが出てきたところで例えばハトが出てきたり、そういうのをよくやってました。子供としていましたね。僕がマジック育ったのはハリウッドにあるマジックキャッスルっていうところなんですけど、聞いたことありますよね。聞いたことない人にはマジックキャッスルっていうのは世界でも一番高級の、マジシャンズメンバーズクラブなんです。会員になるのはすごい大変なことなんですけど、そこ僕の家はそこからそんなに遠くなかったので、13歳ぐらいの時にマジキャッスルを訪ねて行って、メンバーになりたかったんです、メンバーになるためにはオーディションを受けなくちゃいけなかったんです。そして僕が13歳の時にオーディションで行ったんです。一生懸命その時まで覚えたマジックをオーディションしたんです。ところが受からなかったです。あら、天才セロでも断られました。それは なぜ、手紙が来て、まだ僕のマジックはこのアカデミーにはまだ通用しない、もっと頑張ってまた戻ってきてくださいっていうような手紙もらいました。悔しかったです。半年間また一生懸命演技を磨いて戻ったんです。したら受かりました。半年で半年間で、そこに入ったおかげで、初めて他のマジシャンと、出会うことができて、レクチャーがあったり、もっと普通の人が見れないような図書館があるんです。マジシャン用の図書館が、そこでいろんなものを勉強して、そこからだんだんとレパートリーが大きくなっていきましたね。はい、感動を覚えてるっていうよりも手がすごい震えてたことを覚えてますまあ僕もね、そういう緊張してた時代はありましたからね。そうね、アメリカのマジキャッスルに初めて舞台立った時はすっごい気持ちよかったっていうのを覚えてます。初めて僕の演技が照明、ちゃんとした照明に合わせて、ちゃんとした音楽、そして初めてライブのオーディエンスが僕を見に来てくれてる人たちが劇場に座って、そして幕が開いて、そしてもちろんまだね、そんなにうまくない頃だったんですけど、僕が緊張してるのはお客さん見抜いてくれて、すっごい拍手してくれたんです。すごい応援してくれたんです。サポートがもう100点以上に満点にサポートしてくれて、僕の今でも喜びは仕事だからやってるんではなく、お金で買えないことがその人の感動と喜びですね。なるほどね、やっぱり初めて、すごい大きい劇場でパフォーマンスを披露したんですね。コンテストがありまして、マジック界の集まりで、マジック界の集まりはだいたい少なくとも400人から1000人ぐらいだったので、して、マジックキャッスルもすごいんですけど、やっぱり300人ぐらいしか見れない。そこから一番初めて
500人とか1000人ぐらいのクラスに突然マジックを披露したんですけど、それ普通の人だけではなく皆さんマジシャンだったからすごい緊張してしまいましたね、舞台のコンテストの前に。でやっぱり僕のやってるマジックを見せてみんなが拍手した、その同じ感動なんですけど、マジシャンから拍手されるのはもう、涙が出そうぐらいに喜んでしまいました僕、うん、受けられた気分で言いましたから。きっかけありました、やっぱり初めてあのインターナショナルのコンベンション、インターナショナルの集まるマジック界のイベントに行った時には世界からのマジシャンレベルを僕見てしまいました。ドイツで行われたんですけど、ドイツまで貯めたお金を、一生懸命貯めたお金でドイツのコンベンション見に行ったんですよ、はい、そしたらもうまだまだ僕は習わなくちゃいけないことはいっぱいあるなと思って、そこから世界中を回っていろんなマジシャンとかいろんな人たちから、まだ学ぶことはいっぱいあると思いました。最初のコンテストとかコンベンションはやっぱりローカルだったので、徐々にローカルから優勝して次はナショナルっつってアメリカ全国の集まりのイベントから今度はインターナショナルに行ったんです。インターナショナルで同じように受けられてすごい気持ちが良かったです。インターナショナルのさっきのインターナショナルのコンテストでドイツでハンカチをこう割った後に丸めて後ろのポケットに入れたんですよ、はい、でその時の僕の衣装って塩ビ服だったのでテール、はい、テールのコートですね。テールって真ん中で割れてるんですよね。でこうやって腕を上げたらこう後ろからハンカチがポロッと出てきて、ここにウサギの尻尾のように見えてずっと演技をそのまま続けてみんなが笑ってるんですけど、何笑ってるのか僕すっきり分かんなかったんです。何点、それは僕のマジックのテクニックとかそういうものに関してですか。やっぱり自信を持つことだから100点満点ですね。なるほどね。そうですね、それも100点にしましょう。あ、すいません、変えます、110点。こうしてマジシャンとして歩み始めたセロ、そして彼は奇跡のマジシャンと呼ばれるようになる。セロズインタビュー To be continued。それでは皆さんにもう一つ特別のマジックをお見せします。まずはこれです。これは僕の名前が入った指輪なんですけど、プレミアのバージョンの DVD 買ってくれた人にはこの指輪をプレゼントしました。これからこれを用意してください。この指輪ない方は普通にある指輪を一つ用意してください。もう一つ必要です。それはどこにでもあるこの輪ゴムです。この輪ゴムをまず切っていただきます。切っていただきますとこういう感じになります。どこにでもありますね。では皆さん同じようにしてください。指輪をまず通します。輪ゴムの端っこと端っこをまず持ちます。手をちょっと上げると指輪が下がっていきます。ではここからマジック、指輪をちょっと見つめるだけです。皆さん指輪が上がっていくの分かりました？もうちょっと見つめましょう。
皆さんもできましたでしょうか。それでは皆さん、このマジック皆さんにできるようにこれから教えします。よろしいですか。指輪と輪ゴム用意しましたね。ではまず一番最初にはこの輪ゴム、こうやって持ちます。もちろん輪ゴムをこうやって持つと非常に入れにくいので、自然体勢はこういう持ち方です。ただしここの部分が見えないように軽く握ってください。こういう状態になります。ちょっとしか出ません。次、指輪を輪ゴムに通します。で、輪ゴムの端っこと端っこを持ち替えます。もう皆さんマジックが起きました。わかりましたでしょうか。どこでマジックが起きたか。ここです。見えてますか。これ実は僕、端っこと端っこを持ちますと言いましたが、セリフで、実は全然持っていません。これだけです。さっきここで持っていた位置と反対側の位置を伸ばしただけです。この距離しか持っておりません。もう皆さん分かりましたね。では念のためにもう一度頭から説明をします。この状態で軽く隠して指輪を下げていきます。ここでここのつまんでる場所を軽く緩めていきます。そうすると指輪が自然と上がっていきます。そうです、ここの端にはみ出てた分がここの距離の分を上がってきました。皆さん笑ってますね。こんな簡単なことだったのかと。忘れないでください。この前に見せた感動の気持ち忘れないでください。これから皆さんがその同じの感動をそれぞれ友達に与えますので、その意識をしながら皆さんに見せてください。 Oh, and also 忘れないで、必ず練習をしてください。頑張ってくださいね。